黒田清は日本の女優である。本名、富田千代。1930年代の松竹蒲田撮影所で、蒲田ラッキーセブンの一人として売り出されたが、むしろその後の日活玉川撮影所、新興キネマ、東京撮影所の現代劇の主演女優として知られる。1916年2月17日、北海道札幌市南五条西7丁目に生まれる。姉は後に俳優の大宝一光と結婚している。地元、札幌の防女学校を中途退学し、函館市のデパートに勤務。その後、家族と共に東京に移る。1934年早々に松竹蒲田撮影所に入社。同年3月8日に公開された清水宏監督のサウンド版恋をしりそめ申し子で主役の藤井貢の相手役に抜擢されて満19歳で映画界にデビューした。同年、松竹キネマは前後して入社した御影公子、忍節子、久原涼子、小池正江、水島光代、高杉早苗と共に蒲田ラッキーセブンとして黒田を売り出す。しかし同年秋には日活玉川撮影所に移籍、同年11月1日に公開された田口明監督のサイレント映画、芸者三代記大政編に主演した。近代的な要望で注目され、人生劇場、青春編、情熱の詩人卓木、僧帽などの文芸映画で主演を務める。時に日活京都撮影所に貸し出され、忠臣蔵地の巻、忠臣蔵天の巻の浮橋太夫役等、時代劇にも出演した。1939年には、東京府板橋区東大泉町の新興キネマ、東京撮影所に移籍した。1942年1月10日の戦時統合による新興キネマの合併、大英設立に際しては、同社に継続入社し、新興キネマ、東京撮影所改め、大英東京第一撮影所に所属した。同撮影所はやがて閉鎖されたため、東京府北多摩郡調布町大字、布田小島分の大英東京撮影所に移動したが、1943年7月29日に公開された我が家の風に出演した後に、満28歳で同社を退社した。退社後は舞台での演劇実演に転向し、加賀邦夫の新聞芸座に参加した。同年11月、京都座で人妻椿に出演。翌1944年7月には、花月劇場で明朗劇、素晴らしい戦果に、加賀谷小林19にらと出演。翌8月にも、同劇場で、新しき産声に、江川うれおやかが、小林ら。第二次世界大戦の終結後は、1946年1月10日に、公開された、田中茂雄監督の、幾三が、満39歳となった1954年9月17日に、公開された、中川淳吾監督の、見ないでちょうだいお月様に出演した記録が残っている。すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは併記した。太字の題名はキネマ旬報ベスト10にランクインした作品松坂屋の広告。手前が黒田清。後ろは忍節子すべて制作は松竹蒲田撮影所。すべて配給は松竹キネマ。特筆以外すべてサイレント映画である。1936年の日活の年賀状満20歳。左から黒田、花柳小菊、原道子、池雅子。特筆以外すべて制作は、日活玉川撮影所、すべて配給は、日活、特筆以外すべてトーキーである。越ちゃん乗り出す。左から、中田浩二、越ちゃん、星道子、黒田清すべて制作は、新興キネマ、東京撮影所、すべて配給は、新興キネマ、以降すべてトーキーである。以下の通りである。ありがとうございます。